はい、どうもみさん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ソフトバンク新プラン、LINE も発表、まとめて支払いで、ポイント20取りも、他社との比較もということで、本日はソフトバンクの新料金プラン、その名も LINE もについての情報ですね。この動画では、新料金プランの解説と、他社との比較もお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょうということでですね、まあ、先日発表されたね、新料金プラン、ソフトバンクオンラインというものだったんですけども、 今回発表されたのがこちらの l i n e という新プランですね。まあ、改めて名前が変わったっていう感じです。で、今回バーンって出てきたプランがこちら、l i n e 新料金プラン 20GB で2480円ということですね。まあ、こちらは、まあ、前回発表されたプランであれば2980円だったんですけども、これは5分通話無料が外れた状態で2480円っていう風に発表がありました。まあ、なんでこの料金が発表されたのかっていうのは、なんか今日の発表会ではおそらく、まあ、いろんなね、 SNS 上とかでなんで LINE の通話があるのにこの料金なんだみたいなっていう声が集まって新しくこの料金が発表されたみたいな感じでした。 で、詳細はざっとこんな感じとなっております。このサービスの開始日時なんですけども、3月の17日からスタートします。で、先行エントリーで PayPay ボーナスライトが3000円相当もらえるキャンペーンも今開催中です。で、データ通信量に関しては 20GB と。で、料金に関しては今お伝えしたように2480円税抜きの金額で、ここから5分以内の通話かけ放題であれば、この500円のオプションをつけると2980円と。まあ、他のね、3大キャリアのプランとほとんど同じになってきます。で、さらに普通のかけ放題1500円の オプションつけたら3980円っていうようなプランとなります。で、回線に関してはソフトバンク回線を使うのでまあ、特にね。ストレスなく基本的に使えるのかなとで 5G 対応もあって ec も対応しますとで、速度制限に関しては最大 1mbps まで出るらしいので、まあ、比較的 youtube とか見れるのかな？っていう感じですね。で、他にもですね。発表された情報っていうのがこちら右側の方なんですけども、各種サービスということでデザリングであったりとか、国際ローミングフィルタリングとか緊急通報メールであったりとか災害用伝言版とかこういったものも。対応 したりとか他にも手数料関連ですね契約事務手数料、SIM 交換、再発行 MLP の提出手数料とかあと契約解除料とかこういったものも全部ゼロ円ということが発表されましたで、今回ですねこのプランの特徴というのがここなんですよね 夏から LINE スタンプ使い放題ということで2021年夏から700種類以上の LINE スタンプ、各個クリエイタースタンプが使い放題になる LINE スタンププレミアム、各個ベーシックコース、保有可能数5個を追加料金なしでご利用いただけるようになりますということで、いわゆるその5個までであれば LINE スタンプが使い放題ですよっていうことになるんですよね。なのでまあ普段からもう LINE を使ってて、かつね LINE スタンプが好きな方であれば結構このプランはいいのかなというふうに思います。 まあ僕自身はそんなにね、LINE をする友達が少ないので <laughs>、まあスタンプを使う機会っていうのはめちゃくちゃ少ないんですけども、普段からかなりの頻度で使われる方であれば、結構嬉しいプランなのかなというふうにも思いますね。で、もう一つ特徴的なのはここですね、LINE ギガフリー対象サービスということで、ここで今回ね、いろいろ詳細が出ました。LINE 内でもトークでの位置情報の共有、ライブの利用、スタンプショップの利用、ニュース基準の閲覧など一部ギガフリーの対象外もあったりとか、 あとは OS ブラウザアプリケーションのバージョンアップまたアップデートその他の技術的要因によりギガフリーの対象外となることもありますということでちゃんとねこういった風に注意も書かれておりまして対象かもしくは対象外っていうのが丸とツで分かれております今お伝えしたのはこの位置情報の共有とかこのライブの利用とかですけども音声通話とかビデオ通話は基本的に無料と その他もろもろをね、こういった丸ツで分かれておりますので、ここはしっかりとチェックした上で、契約される方は、事前に見ておくことがいいのかなというふうに思います。で、あと結構下の方にですね、よくあるご質問ということで、まあ結構もろもろまとめられております。店頭でのサポートを受けられますかということで、店頭や電話でのサポートはないと。基本的にオンラインで行ってくださいと。で、あとですね、まあ見ていただきたいのはここなんですよね。LINE もで、ソフトバンクまとめて支払いを使って、他サービスの料金をまとめて支払えますかということで、ここにですね、なんと、2021年 4月中旬以降に対応予定ですということなんですよね。結構ここが個人的には暑いかなと思いまして、いわゆるソフトバンクまとめて支払いが使えるんですよ。 まあ僕のね、チャンネルを普段から見ていただいている方であれば、ああ、あの機能な、みたいな感じで、思われる方いると思うんですけども、まあこのソフトバンクまとめて支払いを使うことによって、その名の通りまとめて支払うことができるんですけども、で、僕的にはですね、やっぱりこれかなーっていうところが魅力的でして、それがこちら、PayPay の20ドりということですね。やっぱりまとめて支払いは、ここがやっぱり僕的には好きなんですよね。まあ例えばですね、ソフトバンク、Y モバイル、LINE モの支払いもと、任意のクレジットカードに設定をします。いわゆる 携帯料金の支払いをクレジットカードにしてくださいってことなんですよ、まあ、もちろんね銀行口座から引き落とし直接引き落としされる方とかもいらっしゃるのかなと思うんですけどもまあ、そこをねクレジットカードに変えていただくとまあ、例えばこれが1%還元としましょうで、それでペイペイで例えればペイペイにそのまとめて支払いを使ってペイペイ残高にチャージをするんですよねこれがペイペイのチャージの画面なんですけども今この画面の場合は三井住友銀行に設定がされてるんですがここをですねタップしたら ご覧のような画面が出てきます。そこで、ここのソフトバンクワインボイルまとめて支払いというところをタップしたら、そこから先ほど設定したクレジットカードからチャージをされるような状況と近いものになるので、で、さらにそこから PayPay ペイペイで決済した場合、先ほどお伝えしたクレジットカードの1%還元プラスペイペイ 0. 5、PayPay の0.5%還元から1.5%還元の恩恵を受けることができます。なので、今回の発表で僕的におって思ったのは、このまとめて支払いがあるっていうところがやっぱり強いかなというふうに思います。 もしちょっとまとめて支払いどんな風になってるのかっていうのをこちらの動画でも紹介してますのでぜひ見ていただければと思います。ですけども残念ながらですね今回一つあれがちょっとなかったのが残念だなと思いましてそれがこちら Yahoo ミアム会員がないということでございました。まあ、こちらはね発表会があった後の質疑応答の時に記者の方が質問してて Yahoo ミアム会員はあるんですかっていう時にそれに対してのお返事が Yahoo ミアム会員に関してはありませんっていう風に言ってたのでちょっとそこが残念なポイントの 一つかなと思いま,すまあ今後どうなるかっていうのはわかんないんですが、もしこのプランに Yahoo プレミアム会 m がついてれば結構ね、厚みを増したのかなというふうにも思いました。 で、ここからにつきましては、先ほどお伝えした、LINE も含めた三大キャリア新プランプラス楽天モバイル。こちらをですね、簡単にサクッと比較をしていこうと思います。まあ、ざっくりまとめたんですけども、上から見ていきましょう。まず料金なんですけども、アハモが2980円。で、LINE もに関しては2480円。で、ポポに関しては2480円。 で、楽天モバイルに関しては0円から2980円ということですね。まあ、ここを見ただけでも結構楽天モバイルの0円ってインパクト強いですよね。で、データ容量に関しましては、アハも LINE もポポに関しては 20GB と。で、楽天モバイルに関しては、楽天のエリアであれば無制限で使えまして、それ以外のパートナー回線、いわゆるその AU の回線のところで使う場合は 5GB までとなっております。 次に、データ容量超過時の通信速度なんですけども、基本的には全部 1Mbps ということで、先ほどもお伝えしたように、まあ、ギリギリ YouTube が低画質で見れるかなっていう感じです。で、次に通話量なんですけども、アハモに関しては5分以内であれば無料と。で、LINE モに関しては、特にオプションつけてない状態で通話した場合は、30秒ごとに20円。で、ポポも同じですね、30秒ごとに20円。で、楽天モバイルに関しては、楽天リンクっていうアプリを使ってお電話をしたら無制限でお電話をすることができます。次まして、5G なんですけども、まあ、それぞれ基本的に対応 はしてるんで、すすすけどもポボに関しては2021年の夏から対応するみたいですで通信速度なんですけども、これはもう使う場所によって変わってくるんですが、アハもラインもポボに関しては、それぞれのキャリアの回線を使うので、まあ結構早いと。で、楽天モバイルに関しては、ちょっとね、場所によって電波が入らなかったりとか、ビルの中とか、まあそういったとこでは厳しいらしいので、ここも結構個人差があると思います。で、かけ放題オプションなんですけども、アハモの場合は、1000円プラスをすることで基本的にはかけ放題ができると。で、ラインモとポボに関しては、 同じですね。5分以内の通話の無料のオプションをつけたら、プラス500円。で、普通の掛け放題をつける場合は、1500円がプラスされるということになります。で、続きまして、E シムなんですけども、アハモは、なんかちょっと少し前のネットニュースを調べる限り、社長のインタビュー記事みたいなのを見てた時に、おそらくアハモは対応するかもみたいなことを言ってたので、まあ対応するんじゃないかなというふうに思います。で、LINE もポボ、楽天ボーエルに関しては対応してると。で、契約事務手数料なんですけども、アハモと LINE もと楽天ボーヤに関しては0円。ですけども、ポボに関しては、特にまだ のとか発表はななそうな感じで、しししした MNP の提出手数料ににに関関関ててててはははははポ以外円ですけどもポボに関してはちょっとここままだ詳細は出ておりませんで契約する場所なんですけども、基本的には全部オンラインなんですが、楽天モバイルに関しては店舗で契約することができると。まあ、なかなか不慣れな方でも、こういった店舗があるっていうのはかなりの強みですよね、楽天モバイル。で、ポイント付与なんですけども、アハモに関しては1000円ごとに10ポイントの D ポイントがもらえて、楽天モバイルに関しては100円で1ポイントの楽天ポイントをもらうことができます。キャリアメール アハラインも、ポボはないんで、すす。けども楽天モバイルは2021年の夏頃に出ててくると発表されてますで、あと、それぞれの特徴なんですが、アハモはですね、まだ詳細の情報がそんなに出てないので、おそらく何か出てくるのかなとは思うんですけども、一応空欄にしてます。で、ラインモに関しては、先ほどもお伝えしたように、ラインのギガノーカウントであったりとか、ラインスタンプが最大5個まで使えたりとか、で、ポボは、まあ、トッピング機能っていうんですかね、例えば、24時間無制限のオプションをつけるのが、まあ、200円でつけたりとか、まあ、そういったものが 付けれるとで、楽天モバイルはね、やっぱりなんといっても楽天リンクのアプリを使って、お電話がかけ放題っていうところがね、かなり魅力的なのかなと思います。で、それぞれの特典なんですけども、現時点で発表されてるのがこれらなんですが、まず、アハモに関しては、3000ポイントの D ポイント期間用途限定がもらうことができます。ま、この動画を撮ってるちょっと前ぐらいにですね、アハモからショートメールが何通か届いたので、一瞬ちょっと怪しいメールかなと思ったんですけども、これ僕だけですかね。で、次、ラインモに関しては、ペイペイボーナスが3000相当もらえると。まあ、ここね、 質疑応答でも言ってたんですけどもなぜかラインポイントじゃなくてペイペイボーナスっていうことだったんですがなんかこうシステム上の問題でなんか間に合わないかもということでとりあえずペイペイボーナスにしたらしいですでポボに関しては AU ペースなんだか3000円相当がもらえるとまあここまではそれぞれね3キャリアとも3000円相当とで楽天モバイルはね相変わらずの大盤振る舞いということでまず申し込むことによって楽天ポイント5000円分5000ポイントの期間限定ポイントがもらえるとでそこからさらに1年間無料で使えて でスマホ本体も一緒に購入すると最大2万ポイントまでもらうことができるということですのでまあ一番ねやっぱり得点が満載の楽天モバイルかなという風に思いますまあそんなこんなで今回はソフトバンクの新料金プラン LINE もについての情報かつ他の三大キャリアプラス楽天モバイルについての比較について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまぜ、あ、ひですねちょっとあの僕が何か間違ってる部分があればご指摘いただければと思うんですけどもまあ、今回この発表があって現実 点でもうなんかもう若干横並び感はまだまだあるんですが僕自身は正直なところ今ワイモバイルを使ってて自宅がソフトバンク光でサブ端末で楽天モバイルを使ってるっていう状況なので今発表されてるそれぞれの三大キャリアの新プランにどれかに行こうかなっていうのは今のところはないかなととりあえずもしかすると動画にするかもしれないんですがワインモバイルの新料金プランに変更してそれを使おうかなっていう風に現時点ではそう思ってますですけどわかりませんよ。もしかするとまた買える場合もあるかもしれませんのでとりあえずは僕 ご自身は現状維持のままでいこうかなという風に思ってますぜひですねこの動画を見てくださってる視聴者さんはこうこうしますっていうようなのがあればですねぜひともコメントいただければと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました